フラビウス・コンスタンティヌスは5世紀中頃に活躍した東ローマ帝国の政治家。457年に失政官となったほか、三度にわたりオリエン、スミチ長官となり、帝国の実権を握った。テオドシウスの城壁の一部。447年1月の地震で被害を受けたが、コンスタンティヌスの下で60日のうちに修復された。 ラオディキアで生まれたコンスタンティヌスは447年ゴロニオリエンスミチ長官に任じられた。オリシもこの年の1月に起こった大地震でコンスタンティノープルの城壁が大きな被害を受けていたところにフン族のアッピラの軍勢が迫っているという危機的状況の中、コンスタンティヌスは城壁の修復にあたることになった。彼はデーモンを使って1万6千人の労働者を集めた。 青島にはブラケルナエの門からミリアンドリオンの門まで、緑島にはミリアンドリオンの門からマルマラ海までを担当させ、60日後の3月末までには城壁修復と堀の清掃が終わった。これを記念して複数の言語で書かれた記念碑が建てられた。コンスタンティノスは在任中にキュロスのテオドレトスからキュロスにおける減税を求める単願書を受け取っている。 テオドレトスは後に同じ内容の書簡をもう一度送ったものの、これが届く頃にはすでにコンスタンティヌスは退任していた。451年にオリエンスミチ長官を退いたが、その後もカルケドン公会議に参加している。456年にはオリエンスミチ長官に復帰した。457年、コンスタンティヌスは失政官に任じられた。もう一人の失政官は、 同じ東ローマ帝国側の政治家フラウィウス、ルフスだった。459年、コンスタンティヌスは三度目のオリエンス道長官に就任した。457年以降にはパトリキウスの称号も獲得している。464、5年、コンスタンティヌスはサーサーアン・アサのペイローズ一世のもとに使者として派遣された。彼は一旦エデッサで待たされた後、 テイローズ一世の宮廷に通された。サーサーアン・アサ側は、東ローマ帝国に数々の苦情を申し立てるとともに、コーカサスにおける大北方民防衛の拠点であるカスピの門の維持のため、東ローマ帝国に金銭的貢献を求めてきた。コンスタンティヌスラはこれを拒絶したため、何も得るものなく、帰らざるを得なかった。マーセレーナス・カムズ。 サブアンの447シルスリ百7 3 4オットーメインキンヘルフィンザワールドオブザハンズスタディーズインゼアヒストリーカルチャーユニバーシティオブカリフォルニアプレス1973ティードーレッドオブサイラスレターズ42ティードーレッドオブサイラスレターズ19コーデックスジャスティニアネス愛 4.13a 愛 3.25a X22.3AAE1940-180 コーデックスジャスティニアネス 853.30RAB プリースカスフラグメンツ31から33ありがとうございます